ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 BV。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。8月はね、 BE:FIRST にとっても、あとはね、あのルイ君、エディ君、大輝君などにとってもだし、まあスカイハイとかあのコア君とかみんなフェスでしたね。翔太君も出ましたしっていうのもありましたが、 BE:FIRST に関してこうやはりあのザ・スター・ネクステージからあのロッキンオン、ロッキンジャパン、そしてあのサマーソニックで、この動画撮ってる段階ではまだですけど、音楽とヒゲだし、マイホームタウン、音ヒゲに関しても新潟出ますし、あ、新潟ですけど、あのマン・ウィザ・ミッションね、あの以前 NHK であの共演したマン・ウィザ・ミッションの狼さんたちですけども、あの彼らがあのちょっとメンバーの中で感染症になっちゃった方がいらっしゃったそうで、出れなくなっちゃって、代わりにあのマキシマム・ザ・ホルモンが出るってことになりましたね。音ヒゲ、はい、まああの代打がマキシマム・ザ・ホルモンってすげえなって思いましたけどね。うん、マンウィズと BE:FIRST の久々トークもしてほしかったりなんかしたけど、でもあのマキシマム・ザ・ホルモンに関しても、ホルモンに関してもあのスッキリで一度ね、メンバーの方がちょっとコメンテーター出たことあったっぽくて、そこの部分とかも、あ、ザ・ファーストの時ね、そういうのもあったそうでして、っていうのがあってね。でマンウィズあれですよね、うん、あの、感染症、今のこの人間の間で行われてる感染症って、狼さんでもかかるんですね。そう、狼さんでもね、うん、ツッコミは受け付けません。はい、狼さんもかかるんだなと思って、大変な感染症だなと思いました。はい、で、あの、まあ今回そのサマソニックもそうだし、音ヒゲもそうですけど、まあローリングストーンのねフェスもね9月4日かなありますし、あと単体で言うとリョウキ君がハイアンドローのねやつに出たりとか、そんなのもありましたが、まあとにかくね新規ファンがどんどん倍増してますよ。サマソニー後の倍増度すごいけど、まあサマソニー単体ではなくいろんなもの出てきたとこでのまあその倍増度が多いっていう形ですけど、まあ、純粋にこう音楽好きな人たちがたくさん来るじゃないですか、フェスっていうのは。で他のグループを見に来た方っていうのもたくさんいらっしゃるし、その中で、まあ、いわゆる BE:FIRST が注目されているっていうところがあるからね、それがすごい話でして、でそれが特にスクリームありますね。スクリームのミュージックビデオ、こちらの方のコメント欄を見ると顕著ですごく分かりやすいんですけども、まずあのBE:FIRSTメンバーがたくさんこうね、自分でのコメントしてくださってるのがあって、一番上にジュノンのね、コメント、ジュノンくんのコメントがありますが、BE:FIRSTのジュノンです。僕たち BE:FIRSTのファーストアルバム、B1 の収録曲、スクリームの MV が公開されています。もう見てくれましたか？いろんな形で変化していく現在の社会の中で、流されず、飲み込まれず、自分の意思を伝えることへ背中を押すような楽曲で、どんな状況下で聴いてもらっても元気になるような楽曲になっていますっていうことでして、で今回は7人全員別のソロカットがあり、それぞれコンセプトがあるのですが、僕は宇宙がコンセプトでしたみたいな感じでね、うん、まあそういうことも言ってます。まだありますけど、うん、でまあそんな感じなんですけども、まあ、要するに、まあ、レオくんがね言ってた言葉で、いろいろ最近世界のニュースとか情勢とかがこんな感じだから、そういうのをチェックするようにしてるっていう、でジュノンくんのこの言葉からもそうなので、言葉として MC とかで結構レオくんが言葉を発することが多いし、多分そういう言葉を発するのに一番向いているのがレオくんだっていうような感じの BE:FIRST および BMSG の判断なのかもしれず、あとレオくんがやっぱそういうのやりたいっていう人なのかもしれないけど、でもジュノンくんもやっぱりこの、まあ、今の社会の中でっていう話をしてるし、スクリームっていうのはそういう色合いがやはりあるんだなっていうのを改めて思うんですけど、まあでも、まあ、そういったところも含めてになりますけど、コメント欄でいろんな人たちがねいるんですよ。あのね20のファンですけどっていう話があって、でなんかギフテッドの時の頃から応援してくださってる方ですけども、その時はまだ将来未成での背伸びみたいな感じの初々しさがありましたけど、このスクリームになってその彼らが目指していること、そういったところが何の違和感も感じないっていう風に書いてまして、ありがたいことでございますね。そう、あのまあ背伸びっていう話はね、ソータくんだったかな、まあ、当時ギフテッド出た時も、まあ、僕たちにとっても背伸びしている楽曲だっていう話で、まあギフテッドに関しては、まあ、スクリームとギフテッドはちょっと内容的に、まあ、そういうところは少し似通っている部分もありますけどね、まあ、そういうところが
背伸びではなくなってきたんじゃないのかなと。とはいえスカイハイもまだ言ってますが、言うて 2,3 年はかかると、グループとしての色っていうのをそこまで作り上げる段階ではまだあるって話はしていたし、まあそれがホールツアーとかでさらに地固めができればって話はしてますけどね。でサマソニー東京で見ました、ものすごい迫力でしたみたいな感じのこと、ね、歌が上手とかダンスが上手とかそんな言葉では足りないです。心からの叫びが会場に響き渡っていましたっていうね、っていう感じで、でスクリーム見て好きになりましたみたいな人とかで、あの年代とかもいろんな人がいますし、そうサマソニーの人がね、まあ時期的にサマソニーのことでそこからあのコメントしてくださっている方がいまして、ワンオクファンの人もいて、ワンオク一番見たかったのはもちろんワンオクでしたが、次にどうしても見たかったのが BE:FIRST でしたみたいな感じのことも言ってらっしゃいますね。でこれに関してはあの以前コメントでいただいたんですが、私はちょっと見たいことはないんですけど、海外の方のリアクション動画とかで YouTuber の日本のグループを扱うときに、最近はその BE:FIRST が多いけど、もともとワンオクが多かったっていう、ワンオクと BE:FIRST が結構日本の実力派グループとして結構海外の人は思ってるんじゃないのかっていう話がありまして、まあそういうところもあるのかもしれませんね。まあそこもなんかわかる気がします。サマソニーにしてもね、ロッキンにしても、その BE:FIRST とワンオクロックが2つとも出たものですからね、それもすごいなと思いますけど、だから海外の人も含めて結構ねそういう感じのものが多いみたいで、英語のコメントもね多少ありますけどね、まあ、基本は今のところはやはり日本人がメインっていう形にはなりますけどね。あでもまあまあありますね、英語とか、あスペイン語かな、とにかく外国語もありますね。まあでもまずは日本からっていうところもありますけど、ロックフェス、日本のロックフェスですからね、まあそういう感じのものになってくるでしょうし、あとはあのザ・スター・ネクステージの影響も強いですよね。あのクラビティとかアイブとかを見に行った人で結構 BE:FIRST 好きになりましたっていう人もね、今ちょっと見ながらありますけれども、でいわゆるその K-POP とかではなく、あのいわゆる日本のというか J-POP としてのそういったものを出してくれてる、あるいは J-POP でも K-POP ではなもなく彼ら自身のあの音楽を奏でているっていう評価をする人も多いですね。うんですね。あこの方はあれですね、スターネクステージだと思いますが、アイブちゃん見に行って、あの BE:FIRST にでジュノンにハマっていろいろ見て、ようやく最近の曲にたどり着きましたみたいなですね。このようやく最近の曲にっていうのが、これがあのミソで供給が非常に多いのでね、まあそこの部分も含めていいんじゃないかなと思います。まあもしかしてこの動画をまあもしかしたらあの新しいベスティの方見てらっしゃるかもしれませんが、あのまあ昔のもありますけど、最新のところから見るっていうパターンでもいいし、最初から見るっていうパターンでもいいし、まあ時間がなければまあスクリームあたりから見てもらったりとか、あとは要するに Spotify とかでもプレイリストありますんで、まあ曲中心に聞いてみていただければって思いますし、 MV も非常に力を入れていますんでね。そうでやっぱね、あのスクリームの MV が、まあ、スカイハイも言ってましたが、非常にこう多分今の今年の日本の中で、まあ、いわゆるね一番お金をかけた MV じゃないかなという話をしていて、だからせっかくだからいっぱい見ておりますし、でまあそこがあってからの結局ロックフェスとかであのたまたま BE:FIRST 見かけて、でちょっと MV チェックしてみようって思った時にクオリティが高いものを作っていますので、そこで興味を引いてねあのくれる人もいるかもしれないしねっていうふうに思います。あと MV に関しては、まあ、ビジュアルもねよく見えるので、そこの部分でねあの好きなビジュアルの人を見つけてくれたりとかしてもいいかなって思いますね。で他にもね、この方はハイ&ローきっかけでリョウキ君を好きになったというか、リョウキ君の存在を知ってだんだんリョウキ君の人柄に惹かれて、 MV を見てみたら歌もダンスもとても上手で虜になりましたみたいな感じのことで、でこのスクリームに関して何回も何回も見てしまう MV ですっていうね。そうですよね。だってずっとあの追ってる私たちも何回も何回も見てますんでね、そういうこともありますね。そうまあやっぱロッキン、サマソニー、あとそのりょうきくんのいわゆるハイ&ローのやつからの LDH のファンの方だったり、ザ・スター・ネクステージのアイブあるいはクラビティ見に来た人からのファンの、まあ、あのそういう人たちが興味持った人っていうところがありますし、そうですね、あとね結構ジャニーズさんのファンの方、普段ジャニー推ししてる方ですが、
YouTube ヒットリストからたまたま聞きましたって人もいる。あ、だからやっぱりヒットリストとかプレイリスト入るの大事っすね。 Spotify でもいろんなプレイリストに入ってますけど、そういうパターンの人もいますもんね。あ、でもヒットリストか、あ、 YouTube だからいいのか。そうそう、YouTube はジャニーズさんもね、MV をね流してますもんね。そう、ジャニーズさんはあんまりこのサブスクに入っていないイメージがあったので、まあ、YouTube だったらあるでしょう。サブスクの方じゃなくて MV の方でね、ヒットリストって書いてあったからね、ですね。で、この方は外国人。 They are the future of J-POP. Remember this. 彼らは J-POP の未来です。これを覚えておいてくださいみたいな、そんな意味合いかなと思いますけどもね。うん、ですね。そうですね、まあ本当に、まあ、いろんなことになったわけですよ。で、サマソニーのね、ハハハのところからね、スクリームのところから来てる人もいますね。うん、っていうことで、まあ本当にいろんなところから派生してきて、本当に新規ファンが増えてきております。もうがっつりハマってくださっているありがたい方もいらっしゃいますし、兼任で他のグループが採用しだけれども、BE:FIRST も気になるから好きだから押しますよみたいな、あるいはちょっとね MV とか見ますよみたいな、そういうパターンの人もね多くなってきていらっしゃいまして、非常に助かりますね。あ、りょうきくんの母のところね、しびれてる人多いですね。ロッキンで聞いたっていう人だったりとかね。うん、いやー、まあそんな感じですわ。うん、で結局ね、まあ、ロッキンもサマソニーもありがたいことに行かせてもらいましたけど、私は結構ね、最前じゃないけど、まあまあ前の方にいたので、まあ周り結構ベスティの方多かったんですけど、冬垣さんとスケマルさんが、サマソニーの方の大阪の方行ってて、ちょっと時間的な問題で車置いてたりしてたっぽくて、ちょっと後ろの方にいらっしゃったらしいんですが、そうすると周りこうなんかBE:FIRST ファンじゃなさそうな人たちとかもたくさんいたって話は聞きまして、そういう悲しい話も聞いたので、後ろの方のねそういう部分をお二方が見ていてくれたのが非常に良かったなと、うん、思いました。私は結構前の方にいましたので、なんやかんやでね、うん、実はなんかそうサマソニーに関してはオクトパスがオープニングアクトで、そこを先に見ていて、その時スタンドの方にいたんですけど、座ってたんですけど、その後 BE:FIRST を見るために下に下がったので、まあ、結果的にねすぐに移動した感じだったのと、ちょっと雨が降っていたので移動するのが億劫だった他の人たちがいたのかなって思ったりとか、時間も早かったのでっていうのもあったので、まあ言うて BE:FIRST だいぶ埋まってましたけど、それでも早めに行動できたおかげでそれなりに前の方では見られました。はい、まあでも私の周りはベスティ半分他の人半分ぐらいな感じでしたので、まあだからそんな感じでいろんな意見が聞けて、まあそれに関してはね、ロッキンもそうですけど、サマソニーのレポ動画出してますんで、そちらの方を参考にしていただければと思ってます。でロッキンに関しては結構前の方に自分いたんで、まあ実質ベスティさん多い状況で、ほぼほぼベスティの状況でまあ見ましたね。でこういう方もいるな。ザストを見てて、デビューしてからは緩く追ってたけど、ロッキンで生歌生パフォーマンス見て圧倒されて本格的に押そうと思いましたっていうね、そういう方ですね。うん、なんか本当にいろんな方、ミニの方もいらっしゃいますね。はい、まあ本当にうん、まあ、本当県人でも全然ね大丈夫な感じですので、なんか注目していただけると嬉しいなと思いますし、あとまあいわゆる YouTube とかで見られる無料で見られる供給も多いグループですので、そこは安心していただけるだろうなと思いますね。はい、そんな感じで、まあとにかく新規ファンが増えているのが明らかで、皆さんもスクリームの方の MV 見つつでコメント欄を見ていただけるといろんなコメントがありますので、ぜひご覧ください。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。果てしない空へ帰るまで駆ける日々